バルクルカザフ自治権は中華人民共和国新疆ウイグル自治区、クムル市に位置する自治権、カザフ族による自治行政区の一つである。バルクルカザフ自治権は新疆ウイグル自治区の北東部にあり、北をモンゴルと国境で接している。中華人民共和国におけるカザフ自治権3カ所のうちの一つで政府による貧困対策重点権となっている。 全国12カ所のみの辺境区南61区に2006年に選定されている。県内のモンゴルとの国境町は3 1 3 4トル。年間開業の国境事務所、牢屋病口岩が設置されており、中央貿易の重要開放貿易区の一つとなっている。総面積は3.84平方キロ。全県面積の66%は産地である。県内人口は、 約10.5万人、漢族、カザフ族、ウイグル族、モンゴル族など13の民族が居住している。うちカザフ族の割合は35.8%である。県内には69,330部隊が駐留し、新疆生産建設兵団13種鉱山農場と、ハミ地区イゴババがある。北は、モンゴル国と接し、南は、イシューク、東は、イゴ県。 西は小吉海賊自治州森風富士地県に隣接する。バルクル風富士地県の地形の特徴は三峡両本と呼ばれ、新橋の縮図とも呼ばれる。温帯大陸性冷涼乾燥気候、ステップ気候で平均海抜1650メートル。冬は玄関、夏は涼しく爽やか、明るく四季は明確ではない。年平均気温は摂氏一度。 最高気温摂三35度、最低気温摂十43.6度、無双、98から104日、年光水量、約200ミリ前後で、蒸発量1638ミリである。1954年10月1日に、自治県となった。バルクルカザフ自治県の経済は資源型工業、農牧業、観光業が主体である。主要農産品は、ジャガイモ、王ジナ。 大麦、小麦、熟ハミウリ、牛肉、羊肉、キャメルミルク等がある。その中でも、バルクルの力羊猿ブランド牛羊肉やジャガイモが国家、緑色食品認証を取得している。その他主要な産業は、石炭、風力発電、防潮、硫酸ナトリウム、原油、金などがある。バルクルは、ラクダと馬の飼育で有名である。バルクルの馬は、 中国中で知られている。ラクダの数の多さは中国で他に類を見ず、千のラクダの里と称される。ご鎮、七強を管轄、ABCDE バリコン人民政府、バリコン基本状況。ありがとうございます。